お主登るの下手くそか、もしかして今戻るのめちゃ苦戦してたでしょ。この長さだとちょっとあれかい、上上がりにくいんか君。なんかすげえ頑張って登ってたよね今ね。そんだけ手長いじゃん。それは人差し指なのか親指なのかどの指なのかちょっとごめんね、わかんないんだけどさ、翼の先にあるその爪でさ、いけないの。ただ君飛ぶのも下手くそだったものね。って考えるとドジっ子か。なんかね、話によると昨日もちょっとちらっと生放送した時にね、アンチョビのパパがおっしゃってたんだけど、超音波はあんまり使ってないらしいね、こいつらね。匂いと視覚をメインで、鼓動してるらしくて。で、まあ、超音波がね、使えるコウモリちゃんたちだったら、おそらく壁にぶつかるってことはほぼほぼないのよね。なんだけど、お迎えするタイミングでもお話いただいたし、調べてもなんかよく出てくるのが、この子たちのよくある死亡原因が怪我なんですよ。骨折です。骨折脱臼がメインらしくって、なんか翼をどっかにぶつけて、でそこが傷んで、で体力が低下して弱っていくっていうのをね、結構見たの。ってことはあなたたちと、あなたたちがあなた飛ぶの下手くそってことよね。もうなんかね、脳震盪を起こして亡くなったりとか、なんか外傷による死亡が多いみたいなのよ。で、野生下だと寿命がね5年とかって言われてて、飼育下だと20年、長い子だと25年ぐらい生きた子もいるということでお話を見たんだけど、で野生下の死亡原因が怪我をして地面を這いつくばっている時に、天敵に襲われて食べられちゃうというのが、野生下での死亡原因らしいです。で、飼育下では怪我をしてなんか翼のね、あの部分が脱臼して亡くなってしまうっていうことが多いらしいので、今日一緒にね丸一日ねこう触れ合ったんだけど、確かに飛ぶの下手だった、めちゃくちゃ下手だった。体にくっついて飛ぶんだけど、飛んだらね、地面にべちょんって落ちるの。嘘でしょって。で、しかも、なんだろう、福桃ちゃんみたいに、こう、四足歩行で立つわけじゃないので、床でもだえ苦しんでるのね。で、床でバタ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 って言ってやってて、なんか、頑張って掴めそうな、それこそ、今日逃げた時だと、あそこのね、ドラムの椅子のところ、椅子というかそこら辺かにバタンって行って、でそこを頑張って登ろうとするんだけど、これ掴むところがあんまりないもんだから全然登れないっていう状態だったんだけど、っていうのを見ると君たちはコウモリちゃん初めてなのかさ、わかんないんだけど、超音波はあんまり使えず、俊敏な行動は不得意で飛ぶのも下手くそだ。ドジっ子？あ、そんな感じだよね。で、今見てても、なんかね、下の餌取るときに、頑張ってちょっと降りるんだけど、そこからだとね、首伸ばしただけじゃ取れないから、少しだけね、降りるの。そこ取れるかな？降りるのも下手なんだよね。器用に掴むし、掴む力自体は強いんだけど、なんだろうな、俊敏な行動と、行く、見て、ほら、わる、ほら、はい、加えました。で、加えたので、上に戻りたいです。はいはい、頑張って引っ掛けようとするんだけど、ほら、わかる？すごい頑張って戻ったでしょ？ふくももちゃんとかだとさ、ピョンって飛んで上に多分行けるんだけど、
なんかね撫でるかのようにね、前足の爪をねカチョンカチョンカチョンってやるの。ドジっ子か、なんか全然普通に戻れてるから、あんまり怪我しないようだったらこの長さの状態で全然いいと思うんだけど、なんかあまりにも上に戻るのが下手くそすぎませんこと。頑張ってご飯頬張って美味しそうに食べておりますけれども、下手くそすぎませんこと。ちょっと俊敏さないな、飛ぶの下手だし、多分そういうことなんだろうなと。こら喧嘩しないよ。多分野生下で亡くなっている原因と、こうよく言われている飼育場の亡くなる原因を見ると、怪我っていうのも見ると、飛ぶのは下手だし、今日一緒に一日ね、ほぼ一日一緒にこう体くっつけて過ごさせてもらったけど、床にバタンって落ちるし、寝てる時もねフラフラしてるの。体にくっつきながら寝てくれたんだけど、今日なんかねフラーフラーとしててね、ちょっとドジっ子さん気味な部分がね垣間見れたんだよね。って考えると、君はドジっ子か、でそれで怪我で亡くなってって考えると、あんまり大きいケージにする、見回ってスパスパンつけてね、がなんかね広いと飛んでみようとするらしいんだよね。でなんかね飛ばさなくてもいいってめっちゃ書いてて、で押し入れで散歩ね今しようと思って作ったんだけど、なんかそれぐらいでいいかもと思って、普段じゃなくて、普段はこの小さめのケージにして、たまに散歩させて運動という形で運動させようかなってところだけど、あ行く、ご飯行く、お行くね、ほら見てこのペタクソかわいいくっついてませんよ、あくっついたよ、でも後ろ足、あ器用にお尻下げてうんちするんだね、あへえ、君器用にお尻下げてうんちするのね、あらそうなの、あへえ、うんちはそうするんだ、器用に前足ね翼だけ上に乗せた状態でお尻を下に向けてちゃんとうんちするんだね。へえ、いいところ取れた。最初 Facebook だけにあげようと思ったけど、 YouTube にもあげますこれの動画。普通に編集しましょう。挨拶してないけど、ということでリンリンハローパラレル、リンリンパラレルのリントですすごい雑に撮っちゃってる動画だからあれだけど、よかったらチャンネル登録してください。で、あの YouTube 向けにね、あの入れておきましょう。はい、いやなるほどね、うんちはそうやってうまくして、で頑張って食事はこう取って、上に向かって戻って逆さで食べると、逆さで食べてると胃に物入りにくそうでさ、大丈夫かなと思うけど、まあ、そういう生活してるから気にすることないね。あとすごいね、口の横からめっちゃ出てるよ。いやー、なるほどね。それで考えると野生下で亡くなる理由とか、こう一日過ごしてみると分かりますね。君はそういう下手っぴさんか。なるほどな。ちょっと勉強になったよ、今日一日。で、今後のあなたのケージ作りとか、生活のさせ方とかっていう方向性がね、伝わってきたというか、分かってきたかなっていうところ。もうやっぱ一日、ゆっくりね観察してあげないと分かんない部分は分かんないですね。ただ運動神経はあんまりねえな、飛ぶの下手くそだったから、あんまり外出す時は、ね、床にベタンっていっちゃうと絶対体おかしくするしね、それだけはちょっと避けたいし、ちょっと本当に押し入れの散歩ぐらいだけにするよ君は。なるほどな、へえ、こう考えていくと面白いですね。ロジックとして組み立てていってっていうところですけれども、この子たちの、まあ、コウモリちゃんっていうところでいくと。ただ、普通の多分野生下にいる、まあ日本の洞窟とかにいるようなアブラコウモリだっけ、なんだっけ、いるよね。とかに比べると、あいつら超音波でね、暗闇でも全然飛べるっていうところで、
で超音波のその帰ってくる音波でね、ここ壁近いからっていうのでちゃんと綺麗に飛べるんですけど、ああいうのってこいつ見てるとね、それはないかな。うん、まあフルーツバットっていう種類とかね、オオコウモリとかっていうのでまた種類も違うんでしょうけれども、この子は多分まあ飛べなさそう。飛んでもね、なんか手のひらの上でバサッバサッとはやるものの、あとペットとして飼いならされてしまっていて、で今国内繁殖 CB 個体っていう形になってるので、ほんと国内ブリーダーさんは少ないんですよね。知り合いで知ってる人だと大阪にいるっていうのを聞いたことあるんですけど、それは知り合いからね。でただ直接会うのは無理ですし、沖縄まで行ってお迎えして帰ってくるとかもう、ちょっと無理だしっていうのであれなんだけど、したことないんだけど、で国内でね繁殖してる人も少ないからあれだけど、もう飼い慣らされてるね子しか販売されてなくて、こうペットとしてお迎えもできないから、それで考えると多分こいつはっていうか、今いるこうエジプシャンルセットコウモリっていうのは飛ぶっていうことをもしかしたら忘れてるのかもしれないですね。うん、あとまあ餌あげすぎて太らないようにっていう内臓疾患だけ気をつけなきゃですね。運動させてないならなおさらね。運動って言っても多分押し入れでちょっと散歩させるぐらいしかできないし、いや飛ぶのが上手だったら飛ばすんだけどね、全然この部屋を。でも無理でしょ、どう考えても無理でしょって考えるとそれはしないから、まあ難しいところではございますけれども、まあ今後それはゆくゆく考えていきましょう。とりあえず一日過ごしてみて分かったことは、結構なドジっ子、降りるの下手くそすぎん、可愛いんだけどね。あと綺麗にね、結構舌が長いみたいで、まあ今もね舌でベロ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 やってますけれども、結構舌でねちゃんとグルーミングしますね。あとグルーミングは足でもするみたいですね。あ、今してるね、舌で綺麗にああやって、あ、今足舐めてるね、指綺麗に舐めとってるわ。こうやってグルーミングするんだ。あ、ちょっとまた勝手にナイトモードになりまして、ちょっとナイトモードやめて、これすげー取りにくいんだ。電気つけたら解消できそうだけど、あ、戻った。はい、ナイトモードからズームとアウトを繰り返して戻しましたけれども、あ、綺麗にグルーミングするんだね。ああやって足の先一丁 ちゃんと舐めて、とりあえずね、結構爪痛いんだけど、引っかかるところは爪で引っ掛けてるから、ちょっと爪切りはしない方がいいかなと思ってます。なんか、福ももちゃんたちとまた話が違うんで。で、しょっちゅうまあ、抱っこして遊ぶっていうよりは、どっかにぶら下がってもらったまま、なでなでする感じかなと思うので、その手で逆さまにずっと安定して置いといてあげるっていうのがちょっと難しいので、なので、なんだろうな。福桃ちゃんたちってポーチの中にいる方がおとなしくしてくれてたりするんで、ポーチに入れたままなでなでもみもみしてあげるっていう形が多いんですけれども、おそらくコウモリはっていうか、こうルーセットコウモリ、うちにいるこの子に関して言うと、逆さになれるところを作って、逆さになってもらったまま下からなでなでしたりコミュニケーションを取るって形ですかね。まあストレスがかかんないようにってところではありますけれども、そんな感じですね。ちょっといろいろと分かってきました。結構牙も激しくてね、この子ね。牙結構しっかりしてます、歯が。歯の感じだけでいくと、ハリネズミちゃんとかに近いですね。ギザギザした歯ですね。ちょっとハリネズミちゃんはギザギザした歯のちっちゃめの歯がね、いっぱい並んでるんですけど、こっちはギザギザした歯の、しかもちょっと大きめのが並んでるって感じですね。なので歯の本数的にはちょっと数えたことないですけど、多分ハリネズミちゃんよりは少ないじゃないかな、歯の本数でいくと。どうなんだろうね、ちょっとわかんないけど。
ってめっちゃ足ガリガリしてるけど、なんか気になるのかな。歯に挟まった何かを取ってんのか、もしかして皮挟まったりしたのかな。それが気になるのかな。あとめっちゃ爪をガリガリしてる。もしかしてこいつは自分で歯で爪を調整したりすんのかな。爪切りじゃないけど、時効じゃないよねっていうとこだけ気になるけど、ハリネズミじゃない、いや、フクモモちゃんとかはね、時効症って言って自分の獅子とかをね、こう時効して、まあ自傷行為っていうのをしちゃうんですけど、ストレスが溜まると。あ、でもそんな感じではないな、グルーミングだな、あれはな。ちょっと自己症なのかななんて思っちゃったりはするけど、それはなさそうだな、この感じでいくと。プラ板が視認はしやすいんだけど、あの光の反射がすごいね。この辺が反射しない角度かな。 LED のライトを入れてるから反射がね、どうしても。面白いね、生態としては。とりあえずドジっ子だっていうことが分かりました。あんまり運動神経良くない、うんちするときはちゃんと両手をね、あのバランスをうまくとってお尻を下げてうんちをすると。まああのままうんちしてたら顔面にかかるもんね、うんちね。それは嫌だよね。ちょっといろんな生態の部分が分かってきて面白いですね。まあ、逆さになれるね、メタルラックも用意してあるので、そこにくっつけた状態でコミュニケーションを図るように今後はねしていこうかなと思います。やっぱ一日観察するとわかるね、どんな感じかっていうのは。まあ、全部がわかってるわけじゃないから、まだ試行錯誤しなきゃならないこととか、餌の問題とかね、もうちょっとあると思うんだけど、やっぱりこうゆっくり観察してあげると分かってくるところが多いですね。はい、まあそんな感じでちょっと日々接していこうかなと思います。ちょっと飼育にね、まだ正解というか、どこがどうなのかっていうのがわからない部分はね多いので、多分まだフクロモモンガの方が分かっていることの方が多いんじゃないですかね。コウモリはもっと未知数なんじゃないですかね。ちょっとその未知数のところをね、ゆっくりと確認していきたいなと思います。はい、っていう夜中のイントでした。はい、YouTube 向けとして一応、よかったらチャンネル登録お願いします。はい、すみません。ありがとうございます。それではまた。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。